けで始まりました。本日はパラ将軍4.3から第23回目回です、ね、はい、パチクルーズお送りいたしま す, います。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、はい、じゃあどうでしょうかね。はい、はい、出ました。はい、仕事人ですね。あ、あ、すごい僅差ですね。仕事人が 36.5% で、はい、バラエティが 34.5% だから、あ、ギリギリ仕事人か。ギリギリ仕事人でしたね。わかりました。それは私も質問が、ま、あ、焼くものが、焼くものが、お、スイカ、あ、なるほど、ちょっと強いのが出たね。たまるか。占いはいかがですか。占いはいかがですか。お、飛行機、ちょっとチャンス。占いはいかがですか。何で煽ってるか、スイカかな。お、依頼の時、依頼の時、はい、はい、さあここで、なるほど、恨みがたまりやすいのかな。よし、ガルさん戻ってきました。あ、おかえりなさい、はい、おかえりなさい。ユーラミ獲得。今のところマイゲーム、マイゲームたまってますね。そうですね、残り4ゲーム、はい、あ、なるほど、順調にたまれば全部たまります、ね、そうですね、ただ背景が青いのが、あ、おお、プロデューサーさんおめでとうございますお、たまった。あ、そういうことですか、はい、残り2でまた恨みをためろと、はい、恨みを晴らしますので1恨み玉。そうですね、やっぱり右か笑ってます。やっぱり左、左だよ、左。お、そして、あ、継続しましたね。仕事だよ。ちょっとうるせえ台だな、これ。うるさいですね。かなり音が大きいらしいので、ちょっと音小さくするよ。そうですね、ちっちゃく。あ、もう一個いく。リュウに行きました、ね、もう一個いく。お、もう一個いった。今度行きますか。あ、お陸だ。もう一個いったらフリーズじゃない。さあ、行くよ。長いな。これ何が起きた。熱いっぽいけど。あ、チェリー、チェリーどこにいるんだ。強制、強制でしょうね。まあ強制だろうね。はい、で、あんだけなんか固まった割には強制かみたいな感じではありますけどいやいや、強制いいっしょお、なんかカットインが赤くなった。おー、たまりまくってますよ。え、これどこ、下まで行って全部じゃないの。まだあるか。そうなんですよ。なるほど、恨み玉がたまるんですよ、ね、あ、なるほど。今3個ですね。あれ、こんちゃん今日ちょっと持ってるもしかして、まあ、さっきの強振りが結構強かったですね。あれ、これで、お、これで継続するとどこに行くか。はい、極端じゃない。はい、あ、でも3個たまりました。終了、はい、3恨み。さあどうでしょう。あ、あ、これで、え、これで、これで何なの。何、どうしろって。通常時に。え、何なの、これで通常時なの。これをどうすればちょっと待って、ちょっと待って、これで何があるの。何もねえことないでしょ。この恨み玉を持って AR に行くってことかな。あ、またたまらない。はい、まあ、あれですよね、恨み玉高確率ゾーンみたいな感じってことだったんですかね。恨み玉はどうなればいいの。あ、でも今下のキャラが2人走ってきた。今3個じゃん。はい、当たりを隠してたんですけど、っていうか当たらなきゃいけねえだろこの。また来ました。また依頼の時来ましたよ。時来ました。恨み玉高確率状態。恨み玉何個がマックスなんですかね。10ぐらいまでいくんじゃないですか。どういうこっちゃだよどういうこっちゃだよこれどういうことだよこれあんだけフリーズっぽいの引いた強制でも特に解除せずって感じですよね。アベチャレンジまだかよ。確かにアベチャレンジ早くしてほしいですね。なんだこの台。現在200ゲームぐらいですね。やめときはわからんだよな。プラス1でこれで終了と。わかんないですよ。あれ、これで当たらない。当たってないな。あれ出ないですね。景気横だよ。本当に景気横だよ。ああ、これで、はい、終了。そ
そういう台なの。え、何思わせ振りチャンスみたいな感じ。マジかよ。持ってきました、はい、結構普通車の台は意外と時に入りやすいというか、そうですね、他の台より入ってる形はしますけどね。いやこれまたさっきと同じでしょ。そうです、そうです、恨み玉を貯めろと、溜まるだけ溜まってもう終了でしょ。そうです、女の子は変わりましたね、恨み玉。いつこの玉を使わせてくれるのかっていうところですね。今5個溜まってますが、はい、あーでも筐体下パネルかっちょええな。あーこれですか。あなんかこれ最初竜だと思ったらこれ7なんですね。あ 7, の7になってる、かっちょええな、うん、さあどうでしょうか、はい、で続きますか。おあ一撃必殺、お恨み、恨みこれ全部使うのかな、全部使うもしかして恨みを。6個溜まってるよ今、はい、はい、いけるでしょう本当に。今日の狐さんが231ゲームはい、投資7000円、はい、チャンス、いきますよ、はい、ガロさん、これ外れても俺を恨まないでね。ここ一、ここ一の、まあ、状況によっては、状況によっては拳が飛んでくる。さあ、みんなの期待を背負って、さああれ、恨み8になってるな。あ、ボンド、ボンド、ボンドですよ。俺は強いんだよ、恨み8になってるし、ててあらら、恨みレベル1、ボンドさんは一番最強の仕事人ですよ。そうですよね、はい、恨みレベル2いけるでしょ。あ、そういうことですね。どういうことですか。レベルが上がっていくんですね。恨み今 8個あるね、8個レベル2。おお、恨みを晴らせ、モンドさん生きるでしょう。あれみんな笑ってます。さああれ、あ、7回そういうあるんですか。これがあるってこと。あ、でも これ7回やれってのでも。そうですね、結構あれですね。モンドもいダメだったんで。モンドがダメだったら来るんじゃないですか。2人でいけるのかな。これあと6回だ、はい、やれっていうの。誰だ。でもちょっと緑になったぞ。龍、いやでもさっき赤です。赤で外したからね。どこまでこの恨みレベルが上がるかですよね。そうですね、はい、レベル3。さあ龍はいけるかな。よく考えたら黄色オーラってことだよね、はい、なかなか厳しいんじゃないか。やっぱ赤まで緑赤、また火曜さんコインモリモリ減ってきますね。赤までいかないと無理でしょう。あと4個、ま、さレベルが、うん、レベルが上がっていかないじゃん、はい、レベル3ぐらいが限界ですね今のところ。そうですね、3以上はでここでまた行くんでしょ。何これ、レア焼き引けってこと、どんどん金が値になっていくよ。これお金最後の声援ってこれ来たら終わりじゃん。そうですね、やめられないですね。あ、オリックだ。オリックはモンドの次の次に強いですよ。紫ですし、紫だよ。オリック当たるらしいですよ、頑張ってください。お、あった、当たるって、当たるって、当たるって、期待、あ、ちょっと当たるって、当たるって、あれ赤、火曜になった。ここで霊薬のショートフリーズを引く。おい、はい、今日持ってる？持ってる。こんだけ。おおおおお。もう一個いく？こっち。あ、さっきの、はい。さっきのですね。これは。強調だったやつですね。見せるところ。あ、スイカ。超スイカ？あ、なんだこれ。なんだ？あ、これチャンス目。チャンス目かな？え、で何？ここではない。あ、赤だった。これは来ただろう。これはもらったでしょ。すごい、クイーンクイーンになりましたね。来たキーフラ、来ました、おめでとうございます。俺をガロさん、ダメです。今ガロさんが一生懸命したくて、わー、オリクさん頼りになって順応して黒狙え。あれ、あ、あれ、あ、すいません、かっこ悪い。
かっこ悪い黒いなと思ったら X だ。おい、まあまあ OK。 溜めた恨みを使って仕事人を刺激させろ。真面目にやれって言われる。かっこ悪い。失礼。あ、そうなんですね。40ゲームまでは引っ張らないんですね。さあここで、さあ仕事に集まった誰が出演するか。これまた 50%？ いや 50% じゃないんじゃないですかね。あ、龍、あ、龍行きました。あ、 50% なんだ。あ、高確率中。あ、ここでさっき揃ってたのかな。お、おい、おお、すごい音が、すごい音ですね。あ、なるほど、あれか、高確率状態が変わるってことなのかな、キャラクターによって。モンドだったら、この X ぞろいが出やすいみたいな感じなんですかね。これどれぐらいあるんだろう。あと5ゲームです。カットインが来ない。あ、ここでもう1個行って逆押し、すごい音です、ね。サクサク止めますね。ダメですね。食べたりしないですか。お、よく動きますけれども。そうですね。でもこれ要は青カットインってことでしょ。挟んじゃダメなのかな。これもうダメってことだよね。自己完結。お、お、お、レア役。あ、チェリー。ジャクチェ。これジャクチェ。ラスト。青カット。おお、お、お、もう一個、もう一個、もう一個。もう一個いかない。さあ、いけ。あー、ダメなんか、ダメじゃない、ダメなんかい、ダメなんかい、ね、これキュン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 といいんでしょ。言わない、言わねえのかよ。黄昏、黄昏ってる場合じゃないよ。あ、バラエティで移動するなってことですか。だってケロトとか別にあれでしょ。ガロさんチョイスで移動だったらダントツペガサスなんだけど、ちょっとペガサスはね、さすがにね、絵的にね、右にいる枠へ馬狙いだけしかないからね。あ、仕事に仕事してますね、もう、あれですよ、15野口殺されてますからね。なんで、まあ、バラエティコーナーに移動して、はい、まあ、その辺でうろうろするのもありなのかな、まあ、悪いやつをよく洗う。打ちたいと思ってたのは、まあ、今のところ全部待ってる。あ、はい、なるほど。じゃあ、あと5000円で2万円なんで、ちょっとその辺で。そうだね、もう、はい、鉄拳3はね、今ね、あ、1台で書いてるんですけど、はい、あ、初めて黄色まで行った、はい、あ、赤扉、もう発展しちゃうの。まだ大丈夫ですね。ゼブラとか出ないのかな。朝のアンケがミスだったな。いや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 、みんなが決めたんだよ。あ、でもさっきよりは進んでますよ。そうですね、はい、ただ緑程度で、まあ、これでサクサクって当たってくれればいいだけの話なんだよ。赤まで行ってくれればいいんですけどね。お、あ、でもあれ、でもほら、そうだよ、実写だよ。実写じゃなかったんですよ。お、継続パチならダメだねと。ああ、開かないと。ああ、さあ、でもちょっと当たってほしいですね、展開的にも。竜ならやれる。ちょいやつか。お、キュンキュンキュン。まあね、キュンキュンキュンとか言わないの、そこで。言わないですね。言わないの、そこで。言わないですね。あ、でもなんか言わないんだ。はい、恨みがやたらと。はい、知ってた。はい、知ってた。あ、そっか、今日ファンカンもあるのか。あれ、埼玉、そうですね、埼玉今日確かファンカン、はい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 、真っ最中なんで、まあだからなんだっていう感じですけど。お、あ、ボンドさんだ。ガロさんは黄昏の激おこ。お、え、こっち、ここはここか。あ、チャンス目ですね。チャンス目か。怪しいですね。ち
とな、本当プレイヤー変わったら動きがなんだこれ動きがあれあれあれ、この動きこんな動きなかったです。あらあら、またチャンス目、チャンス目、いや今チャンス目だったじゃん、うん、フリーズ大きくなってまたってわけじゃないでしょ、これ。あ、これ続いてたって、何なんだこれ、やっぱりガロさん大正義だったみたいなオチですか。あれ、あ、これはダメだな、このあれですよね、後に多分なんかこれ弱演出ですよね、弱ですね、あ、赤、赤、どうしちゃいられないよ、こっから、あ、こっち、こっち、こっち、あ、あっち行った、どこだよ、ここは仕事人、そういうことですね、はいはいはい、あ、でもいいんじゃないですか、さっきのレア役で当選してる可能性はあるということですね、はい、ちなみにさっき緑で、あ、小学校早い、緑で実写でダメだったので、はい、ちょっとそれ以上にしてほしい、あ、赤、赤に一喜一憂してしまう、ガロさんゾーン、ガロさんゾーン、ガロさんゾーン強いですね、そうですね、さすが、さすが強そう、はい、ここで当てればかっこいいんだけどな、そうですね、そうですね、そう、展開的にさすがガロさんってなりますけどね、これ簡単に、あ、昇格、すごい、お父さんすごい、金色ってなんかないの、いやでもないです、いや多分関係ない、黄色になるだけです、はい、ただただ、はい、ただ上がるだけです、なんかモンドの顔もなんか険しい、なんか早くないですか、なんか早くないですか、ガロさん早いですよね、はい、昇格が、いや俺意外と昇格、そんな早い、赤初めての赤ですよ、おお、なんかあれガロさん早くないですか、すごい、仕事早くないですか、早いですよ、次レインボーかな、まあ行ったらですけど、まあ行ったらレインボーなんですよね、激熱、激熱、あ、まだ分からない、さすが、あれこれ僕の立場なくなりますよ本当にいや台を温めといてそうですね、あー、ざわざわしてますね、あ、これで多分桜の煽りが激しい、花火が、あ、オリクですね、オリク以上かな、これは仕事もう一個は行きそうですね、はい、あ、早いな、あ、ちょっと早いね、しかも襖は白と、あ、これダメだな、髪、いやでも髪がこう崩れてる方が、あれ開かない、あれマサだ、まさか、しかもマサはダメそうですね、あかんやつですね、しかも実写じゃないですよ、あれダメか、はあ、やるね、ガロさん、お父さん、やめなくて本当に良かった、さすが、さすが、初の乗り打ち、あー、なんか殲滅でかい、よし頑張るぞ、あ、黒が AR 期待値 50%、 赤が 30% らしいですね、これ押すの、はい、はい、お、50人、あ、50人か、はい、あ、そっか、チャンさんよりかは撃破人数が少ないですけど望みがないわけではない、あ、チェリー、あ、協定、あ、協定、110人、協定ですかね、はい、緑のオーラって意味あるの、おそらくその、なんていうかな、殲滅した人数によって、はい、オーラの色がどんどん変わってきて、そうですね、この期待度示唆している感じだと思いますよ、赤とかまでいけば熱いんでしょうけど、そうですよね、はい、緑の先がでも紫だったんだよね、赤じゃなくて、あ、でもさっき750でしたけど今570人ですね、そうですね、明らかに挙動が違う、あ、もう強そうだもんこいつ、うん、なんか当たってるかどうか分かんないですよね、あ、バリさんの声を久々に聞いたっていう方がいらっしゃいますよ、え、本当ですか、はい、あ、あれバリさん気づいてる人がいる、押せ、あ、ダメか、ガラさんでもダメ、ほら多かったよ俺86枚はい、記録更新しました、はい、マジか、ちょっと殲滅人数が少なかったです、ダメだな。